Do you like to travel light? あなたは旅行の時荷物多い派ですか？少なめですか？ピオラジ4回目です。さて、私たちの仕事も結構出張っていうのがあるんですけれども、人によってね、荷物の量って全然違ったりするんですよ。もう同じ日程のはずなのに、すごく小さなスーツケースでおはようみたいに来る人と、もうなんか引っ越しですかぐらいの大きさだったりする人とかいて、で、私はどちらかというと荷物多めのタイプです。もちろんね、演奏会に行く時とかはその時に着る衣装、私たちですとロングドレスを着るので、そのドレスと靴と、あと、まあ、お化粧品とか髪の毛をやる道具とかあるので、普通でもただでさえ荷物はまあ大きくなるんですが、私はですね、その他にもホテルの中でいかにこう心地よく過ごすかっていうか、こう自宅みたいに過ごしたい派なんですね。なので、もうなんかやたらと荷物は多くなってしまいます。これはよく長女の人は荷物多いっていうのにも関係してるのかなって思うんですけれども、どうですかね。普段の生活から私は、考えてみると荷物は多め。これもいるかな、いらないかなとか考えてはカバンに入れて、結局一回もカバンから出さずに持ち帰るものっていうのも結構ありますね。なんですけれども、もうこのようなご時世になると、例えば消毒のものとか、替えのマスクなんかは絶対必需品だと思うし、あとね、地震も割と最近多いじゃないですか。なので、少し遠くに出かけるときには、ちょっとだけ余分に1日ぐらいは過ごせるものとか、もしくは寒さをしのげるようなものとか、あとはですね、どっかに埋まっちゃったりした時にここにいますよって知らせるためのホイッスルみたいなものと、それから停電した時のためにこうちっちゃいけれどもピッて電気がつけられるものなんかもカバンの中に入っています。これ全部ね、毎回持ち歩くかっていうと、まあ短いお出かけの時には持って歩かなかったりもするんですけれども、でもね、関東でも大きな地震ありましたし、ああいうのを経験してしまうと絶対に何もないとは言い切れないなって毎回思ってしまいます。それからあと私はですね、なんかアクシデントに出会いがちなんですね。一昨年の9月ぐらいでしたかね、大阪で演奏会があった帰りに新幹線に乗って東京に帰ろうとしていた時に大雨が降ってしまって、結局新幹線は途中の前原で停止したまま動かないよっていうことになってしまったことがありました。その時はいろいろ考えていて、はっ、ここは前原と思って、急に思い立ってですね、その時母とあと夫が一緒にいたんですけれども、はい、降りて金沢行くからって言って、で調べたらですね、数分後に金沢行きの電車が出発することが分かったので、急いで降りて金沢に行って、その時点ではまだね、動くかもしれないからって思って車内で待ってた人も多かったんですけれども、翌日は結局またその金沢から東京に戻る、または大阪方面に行くよっていう人たちがたくさんいるらしいという情報を後で知りましてですね、これは今度は北陸新幹線が満員になってしまってはいけないと思って、早起きして頑張って、指定席を取ってですね帰ったっていうこともありましたし、そういうのとかを経験すると、どこかで一泊ぐらい何かあってもいいような装備はしておきたいなって思うわけです。
実は明日の夕方にですね、大津、滋賀県の大津でコンサートのリハーサルがあるので、私はそれに行くんですけれども、帰りがね、まあ最終には間に合うか間に合わないかって感じの時間帯なので、泊まることにして一泊分の荷造りを今やってきました。それでまあこの録音を公開する日にはもう明日が今日になっていますけれども、1日1泊2日ですから、まあ、大した荷物いらないじゃないですか。人によっては多分なんかこうトートバッグみたいなのでお出かけする人もいると思うんですけれども、私はそのトートバッグとかですと床に置けないので、またはその床に置いたカバンを例えば室内の椅子の上とかに置くのとっても嫌なので、小さなキャスター付きのポチって呼んでいるんですけれどもスーツケースを持ってですね行きます。それでまあどうせゴロゴロ転がすのであれば、なるべく自分の肩に背負うような荷物は少なくしたいので、車内で勉強したりするようなものがパッと取り出せるような、表側から中にアクセスしやすいものとか、あとは表にポケットがついているような小さなポチをですね購入して、で大体はそういう1泊2日ぐらいの200もしくは2泊3日ぐらいのリハーサルとかの旅行には行きます。でもっと長くなる時もあります。例えば2週間とかそういうオペラの稽古があって、で滞在するってなると、今度はまあお洋服とかもねあんまり持ってかないでまめにお洗濯をしてそれでいいじゃないみたいな人もいると思うんですけれども、私はなんかこうその日の気分で着る服とかをなんか選んだりしたいんですよ。なんかこれ着る予定だったけど違うなみたいな時ってありませんか？あとまあ思ったより気温が寒かったとか暑かったみたいなこともあると思うんですけれども、そういう時にも対応できるようにある程度余裕を持った感じでお洋服入れていったり、あとはホテルのねパジャマにズボンがついてないタイプのも多くないですか？なんか長い上だけのベローンっていう、あれだとなんとなくこうスースーして心もとないので、必ずなんかズボン履いて寝たいんです私は。なので寝巻きを必ず持っていくですとか、そういうことをしているとですね、やっぱりどうしてもこう身軽に旅慣れたかっこいい感じでちっちゃいバッグでよって現れるっていうのは無理なんです。というわけで私はいつもゴロゴロと大きめの荷物を持って現れる派ですね。あとはそうですね、前回も申し上げましたけれども、そのデジタルガジェット大好きなので iPad は持ってきますよね。そうすると今度は限られた時間で iPhone と iPad と Apple Watch を充電しなきゃいけないし、あと AirPods の充電も切れると困りますよね。ということで一つのコンセントからたくさん取れるものだと充電速度が遅かったりするものもあるので、ある程度速度早く充電できてっていうものを探したりですとか、そういうのも大好きです。あとは何持ってきますかね。あ、お化粧品も普段から大してお化粧しないんですけど、出来上がった顔を見るとそんなにお化粧好きに見えないと思うんですけども、実は大好きで、もうなんか目の検査なのっていうぐらい似たような色をたくさん持ってたりするんですが、そういうのもやっぱりこうその日の気分で選びたい派なので、ちょっとピンクっぽいのとか口紅とかも赤っぽいのとか、まあ、マスクしてるからほとんど見えないんですけど、そういうのも気分によって変えられるようにとか言ってるとまたカバン大きくなるんですよね。なんかねバカみたいって思うかもしれないけど、でも旅先こそ自宅と違って時間の余裕があるじゃないですか。自宅だとやっぱり
家事もしなきゃいけないし、あれもこれもやんなきゃって思うんですが、旅先ってそのために行った用事のことがメインで、それ以外のことってあんまりやらなくていいし、ホテルだと例えば お掃除洗濯みたいなことはそんなにしないでしょ。そうしますとなんか朝の身支度とかもゆっくりできたりするので、その時にああんかあれ持ってくればよかったとか思うのがね、もったいないなって思ったりするんです。というわけで、まあ私一人暮らしをねしたことがないっていうのも大きいかなと思うんですが、ホテル暮らしって結構好きなんですよ。なのでなるべく心地よく過ごしたいっていうことで、ホテルのお部屋もまあお値段優先というよりはやや居心地優先で選ぶようにしてて、それであとはですね、そう持っていかない人の方が多いんじゃないかなと思うのは、小さなスピーカーですかね。これはちょっとやっぱり音楽とか流したいなとか、何かビデオ見たいっていう時にずっとイヤホンしてると疲れちゃうし、ちょっと離れたところにうろうろ歩き回ったりとかする時でも少し音が広がる感じになると楽しく聞けるので、小さな Bluetooth でつながるスピーカーを持って行ったりもします。前はね防水機能付きのとかで JBL のそうですね缶ジュースぐらいの大きさって言ったら分かりますか、細い方の缶ジュース、昔の缶ジュースですねぐらいみたいな感じのとかの大きさのを持って行ってたりしてたんですけど、最近ですねすごい小さい、これなんて言ったら分かるのかな、握り拳の半分ぐらいの小さな Bluetooth スピーカーがあって、クレアファンクっていうところのなんですけれども、これが意外と小さいのに音がいいんですよ。なので今回はこれを持っていこうかなと思います。まあホテルの部屋なので隣近所に迷惑になるような音量で流すわけではないんですけれども、それでもちょっとね寝る前とかにいい気分で過ごすことができるのはなかなか幸せだと思いませんか。そういえば旅行で思い出したんですけど、私YouTube でねよくCA さん、キャビンアテンダントの方とかが出してる動画とか見るのも好きなんですけれども、北米とかのホテルでは割とこうお部屋にね電子レンジがあるところ多くないですか。でも日本ってないですよね。私はのんびりなんて言うんですか、リラックスした格好で、しかもなんか動画とか見ちゃったりしてお行儀悪くご飯食べるのとか大好きなので、美味しいお弁当とかお惣菜デパ地下みたいなところで買ってきて食べるのとか好きなんですけれども、冷めちゃうじゃないですか。なのでなんか食べる直前に買いに行った時はいいんですけれども、なんか買い置きしたものをねちょっと後で温めて食べたいなっていう時とかにレンジがあったらいいのになっていつも思ってます。小さな、すごい小さな、そうですね英語よりちょっと大きいぐらいかなのホットプレートを持っていく時もあります。もうホテル滞在時間長いって分かってる時とかには、それでちょっとホイルとかを敷いて、でその上におかず乗っけて温めて食べたりとかすると美味しいんですよ。コンビニのお惣菜とかでも今ねなかなか美味しいじゃないですか。ああいうのもちょっと温めたりしていただくとすごく幸せな気持ちになるので、そんなもんまで持って歩いてるんですよね。あとは、その2週間コースみたいなオペラの時にはちっちゃな電気鍋とか炊飯器とかも持ってっちゃって部屋で鍋とかやってたり、
自炊みたいなこともよくやってました。で最近はキッチン付きのその Airbnb みたいなマンションのお部屋みたいな感じの泊まれるところもあるので、そういうところをお願いして取っていただくこともよくあります。やっぱりね、なんか、せっかく食べに行ったんだから知らないところの美味しいものを食べに行きたいよねっていうのもわからないではないのですが、私結構デブ症なので部屋で一人でのんびりするの大好きなんです。ということで、皆さんは旅行の時とかどんな風にお過ごしですか？まあ私たちのは出張だから、また厳密に言うと楽しみに行く旅行ではないからっていうのもあると思うんですけれども、でもそういう時ってどんなものを持っていくとか、どんな風に過ごすのがお好きでしょうか？よろしかったらレターとかコメントで教えてください。ではビオラジ4回目、あなたは旅行の時に荷物が大きい派ですか小さい派ですか、というお話でした。お相手は池田香織でした。